東野美希は大阪府出身のゲームミュージックの作曲家。長年コナミで作曲を手掛け、美希ちゃんなどのペンネームも使用している。現在はフリーランス。フルオーケストラの譜面をかける数少ないゲームミュージックの作曲家の一人。幼い頃から絶対音感を持ち、両親の影響もあって、子供の頃から主にクラシック音楽を聴いて育つ。5歳でピアノとソルフェージュ。 調音を習い始め、幼稚園の頃には短い歌を作曲し、楽譜も残っているという。小学生の時は作曲塾に通い、ある曲を、ショパン風やベートーベン風に即興でアレンジして、弾いたり、クラスターで一斉に音を鳴らして調音したり、などのレッスンを受けていた。ミッションスクールに6年間通っており、この時に触れた教会音楽も、 自分の音楽的バックボーンの一つになっているという。しかし、将来は漠然とだが、松戸や弓のようなマルチシンガーソングライターを目指していたため、中学の時からバンドを作り、オリジナル曲をたくさん作曲していた。高校2年生の時に芸大受験を意識し、超スピードで芸大化成と大位法の課題をこなした。音大に進むきっかけは、YMO の坂本龍一が、 東京芸術大学作曲家卒と知ったため、大阪音楽大学作曲学科に入学後、友人に誘われ、ピアノ2台の女性2人組ポピュラーバンドを組み、ヤマハポピュラーソングコンテストに出場し、準決勝まで進出している。大学時代に学生課のアルバイト斡旋の張り出しを見たのがきっかけで、コナミで作曲のアルバイトを始め、グラディウス、サラマンヘビを手掛けた。 作曲に用いていたのは、ヤマハのポータサウンドで作ったものをサウンドスタッフに聞いてもらい、楽譜にして打ち込んでもらったものを聞き、データの間違いをチェックしたり、音色のニュアンスなどを伝えたりして、その繰り返しで作品を仕上げていたという。グラディウスのバブルシステム基盤でなるモーニングミュージックは、東の作ではなく、先に在籍していた作曲アルバイトの先輩二人の、 いずれかの作曲ということである。なお、東野は作曲アルバイトの3人目だった。大学では作曲を専攻し、シンセサイザーの授業をとって、ムーグスックの仕組みを学んだ。当時のモーグシンセサイザーは、音が安定せず、突然音が出なくなることもあったため、授業が中断することもたびたびだった。シンセサウンドの入り口は、クラフトワーク、YMO だったが、 当時の大阪音楽大学は、現代音楽史上主義的な雰囲気が、色濃く、メロディー、ハーモニー、リズムという、音楽の3要素を時代錯誤とみなす異質な世界に来てしまったことに戸惑いを覚えた。また、大学内の雰囲気として、ポピュラー音楽系は別視されていたため、隠れキリシタンのように、一部の人と、こそこそ YMO の話をしていた。 新卒としてコナミから内定が出ていたが辞退し、卒業後はリクルート社に入社。その後中途採用でコナミに再入社した。コナミ復帰後はグラディウスさん伝説から神話へマイナス、コントラスピリッツなどの作曲を担当。コナミ区系派クラブのメンバーとして数々の作品を送り出した。自身が手掛けていた幻想水湖伝は音楽的にも成功を収めたため、 幻想水デ伝2では、彼女自身がスコアを書き、ヨーロッパのオーケストラの演奏を録音するために、実際にヨーロッパまで出向いている。しかし、幻想水デ伝3からは、本人の意向で離れた。現在一時の母、音楽活動を再開している。ありがとうございます。